皆さんどうも、ザンパのよしふみです。前回はですね、ダイエットを始めるにあたって3大栄養素の中から脂質を減らしてみようという話をしました。補足としてなんですけれども、あくまでも脂質は大事な栄養素の一つ、悪ではないです。ただ3大栄養素の中の他の2つ、タンパク質、炭水化物と比べて単位あたりのエネルギー密度が高いので、ダイエットをする、カロリーを調整する場合にはこの脂質を減らしていくことが望ましいのではという提案です。脂質を減らす低脂質ダイエットとは別に、炭水化物を減らす低糖質ダイエットもあります。今回は低脂質にフォーカスしてコンビニ商品を選んでいこうと思います。ぜひ参考にしてみてください。では早速、はい、ということで今回はですね、セブンイレブンで買った低脂質の商品を紹介したいと思います。はい、よくさ、サラダチキンとかチキンバーとか皆さんご存知の方多いと思いますけど、意外とね、この商品も脂質低めなんだ、ダイエットしてる時にも食べてもいいかもって思う商品がありましたので、僕の中で意外な商品を皆さんに紹介していきたいと思います。まず1品目はこちらです。ドン、近づいていきます。チキン&ハニーマスタード、こちらパンですね。パン見ますか、こうやってやるのかな、ちょっとこの辺ちょっと疎いんですいません。はい、ということでチキン&ハニーマスタード、なんとこちらタンパク質 26g に対して脂質が 5.4 ということで、すごいね、この比率としては最高ですね。それで炭水化物が 18.5、 こんな、これ1個でもう僕の場合はもう朝とか昼十分な感じですね。じゃあ早速いただきます。うまっ。うん、これで低脂質本当かな、逆に疑う。いいですね、こうパンだとね、それこそ箸とか使わず食べやすいんで、移動中とかでも低脂質なものを楽しめるんじゃないかな。うん、やばそう、僕結構仕事柄外出が多いので、そういう時にコンビニ利用するんですよ。もちろんね、こう添加物があるとかいろんな問題はあるんですけれども、その中でも PFC バランスをね、こう保ちたいなっていうのが、自分に合わせてバランスよく食べたいなっていうふうにいつも思ってまして、他にもこのチキンが挟んであるパンの種類ありましたので、 PFC バランスはね変わってしまうんですけれども、まあ、皆さんぜひそちらの方もねチェックして自分に合ったものを食べてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、2品目いきたいと思います。続いてはこちらです。カニカマバー、ドーン。これ見たことありますか、カニカマバー。実はね、カニカマはね、高タンパク低脂質で有名なんですよ。うん、ちなみにこちらですね、栄養成分がタンパク質 10.9 に対して脂質が 0.5、 もうないです、もう油ありません、ほぼ。はい、でこちらも移動中とかね食べれるサイズなんじゃないかなと思います。実は僕ね、カニ嫌いでして、もともとでも PFC バランスをね気にして、外で食べれるもの何かないかなって思った時に、こうやっぱ胸肉って定番じゃないですか。でもやっぱりこう飽きるんですよね。そんな時に見つけたのがこのカニカマ。うまっ、うまいじゃん。なんか先ほどのねチキンのパンでも話しましたけど、まあ、こう練り物は特にこう添加物も多いとは言われているんですけれどもね、食べ過ぎない程度に。うまい、全然こういい感じの塩気があります。これもまた箸なしで食べれるんで、仕事中でももしかしたらこれ食べられるんじゃないですか。これはうまい、最高だわ。ごちそうさまでした。はい、3品目なんですけれども、こちらです。ドン、砂肝の炭火焼き、いえね、砂肝の炭火焼き、
はい、すごくない？これ、これね、レンジでチンして食べるやつなんですけれども、なんと栄養成分炭水化物 20.4g に対して脂質が 1.7。 素晴らしい素晴らしい。先ほどのね、あのチキンをサンドしたパン、カニカマとは別で、こちらはレンジして食べるものなので温かい状態でいただけます。これは嬉しいよね。うん、なんでちょっと一手間ではありますが、まあ、コンビニにね基本的にレンジはありますし、会社等あるって方はですね、こちらを温めて食べるのはいいんじゃないでしょうか。すごいよこの PFC バランス、タンパク質20、脂質 1.7、 炭水化物 1.3 いいですね、おかずに最高だと思います。はいはい、続いてちょっとね間食にいいんじゃないかっていうおすすめの甘いもの用意しました。干し芋、角切りタイプの干し芋。こちらですね、なんと、まあ、タンパク質 100g あたり 3.1g なんですけど、脂質 0.6 ということで、素晴らしい。脂質がなくて炭水化物が取れるってことですね。で、本当にエネルギー源にもなりますので、こちら、お、すごい。しかも、電子レンジ、オーブントースターも使える。温かくして、ちょっと気分を変えるのもできるということで、そのまま食べるのも美味しいし、温めてから食べるのもいいですね。うん、素晴らしい。これだったら少しずつ食べて、会社に冷蔵庫とありましたら入れておいてね、小腹が空いたら食べるのって最高なんじゃないですか。はい、そしてもう一品甘いもの、これは僕大好きです。どーん、どんなやり方、中途半端だ、許してくれ。はい、あずきもなか、どーん、いいですね和菓子。こちらね、タンパク質が 1.9g に対して脂質が 0.2、 炭水化物27ということで、最高なエネルギー源になります。いいよね、やっぱみんな甘いもの好きでしょ。僕はね甘いもの大好きなんです。はい、実は甘党男子女子。やっぱり炭水化物っていうのはエネルギーになるんで、なるべくね食べた方がいいです。取りすぎはね良くないんですけれども、炭水化物、糖質を取らないとやっぱりこう脳の回転も悪くなってしまうのでね。じゃあちょっと先ほどね、あの2品ほどしれっと食べない時間がありましたけど、あのね前半でもうお腹いっぱいになっちゃったのよ。ですがちょっとこれは食べます。いただきます。あ、うん、うん、やばい、これもなかが上にくっついた。ふわは食べれませんね。低脂質って聞くと味気ないものかなとかさ、うまさ半減するよねとか思っちゃうじゃん。でこれうまいからちょっと疑うわやっぱ。皆さんこちらもおすすめですので、ぜひ小豆もなか食べてみてください。はい、ということで今回は低脂質のおすすめのコンビニ商品を紹介しました。いかがだったでしょうか。余談ですけどね、僕自身も脂質を減らすダイエット、糖質を減らすダイエットと、いろいろなねダイエットを試してきました。やってみて思ったことなんですけど、実際ねこう自分に合った調整の仕方を見つけることが大事だと思います。人によってね不足しがちな栄養素は異なりますし、ご飯を減らす方が楽だと感じる人、油を抑える方が苦じゃない人、好きなものはたくさん食べてその分たくさん運動する方がいいって思う人、そもそもダイエットに興味がない、体重を増やしたいって方もねいると思います。それぞれが思う人生を送る中でダイエットしたいなって思った時に、この脂質を減らす方法があったなみたいな感じで、またこの動画を覗きに来てもらえたら嬉しいですね。まだまだ知らないことだらけの僕ですけど、日々楽しく学んで皆さんとシェアしていけたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。いいね、コメント、シェアお待ちしてます。皆さんいつもありがとう。バイバイ。ぶーちゃん、お腹いっぱい、てかマジです。ありがとう。